皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生数学連立方程式3時間目の内容です。本日は連立方程式をどのように解いたらいいのかということを考えていきたいと思います。本日の課題はズバリ、連立方程式をどのように解いていったらいいのだろうということです。次の問題を通して考えていきましょう。みかんが2個、りんごが4個で580円でした。みかんが2個、りんごが1個で220円でした。みかん、りんご、それぞれ1個の値段はいくらでしょう。これをみかん1個 x 円、りんご1個 y 円とすると、どのような方程式ができるでしょうか。動画を止めて考えてみてください。みかん1個 x 円、りんご1個 y 円とすると、このような連立方程式を作ることができます。あなたならこれをどのように解きますか。この2つの方程式をこのように図で表してみます。みかんが2個、りんごが4個で580円、みかんが2個、りんごが1個で220円ということを表していますね。今どちらもみかんが2個あるので、上から下を引いてみたいと思います。すると、りんごが3個で360円ということがわかりますね。つまり、りんごが1個で120円ということがわかります。りんごが1個120円なので、みかん2個とりんご1個で220円ですから、みかん2個だと 220-120 で100円ということになりますね。つまりみかん1個50円ということがわかります。このことを先ほどの連立方程式に当てはめて考えていきたいと思います。図と比べながら考えてみてください。連立方程式をこのように上から下を引いてみたいと思います。すると、どちらも 2x があるので、上から下を引くと 2x-2x で0になります。y の部分は 4y と y なので、上から下を引くと 3y。右辺の580と220は上から下を引くと360になります。つまり 3y=360 となり、先ほどのりんご3つで360円という図と同じような形に表すことができますね。この方程式は両辺を3で割ると y=120 となり、つまりりんご1個120円ということになります。この y=120 を丸2番の式に代入してみると、 2x+120=220 となり、120を移項して計算すると 2x=100、 両辺を2で割ると x=50 となります。つまり x=50y=120 となり、先ほどのみかん1個50円、りんご1個120円という答えと同じだということがわかりますね。このように x と y についての
連立方程式から x を含まない方程式を導くことを、その連立方程式から x を消去するというふうに言います。上から下の方程式を引くと x の部分がちょうど0になって消えましたね。これを消去するというふうに言います。それでは次の連立方程式を解いてみましょう。動画を止めて取り組んでみてください。1番、上から下の方程式を引いてみると y の部分が0になるので x イコール12となります。これを丸2番の式に代入すると 12+y イコール15となり y イコール3になります。つまり解は x イコール12、y イコール3となります。2番、同じように上から下を引いてみると x がちょうど0となって消えて 2y イコール2となります。つまり y イコール1となり、これを丸2番の式に代入すると x イコール5となります。つまり x イコール5、y イコール1という解になります。続いて次のような連立方程式を解いてみましょう。これを先ほどまでの考え方を使って解いてみてください。動画を止めて考えてみてください。2つの方程式を見比べると y の符号がプラスとマイナスとなっていますね。これは上と下の方程式を足すとちょうど0になって y が消去されるということになります。つまり上と下を足すと 4x イコール12となります。x イコール3となり、これを1番の式に代入して計算すると y イコール2となります。解は x イコール3、 y イコール2となります。ちなみに x イコール3を丸2番の式に代入して計算してみるとy イコール2となります。解は先ほどと同じ x イコール3、 y イコール2となりますね。このようにどちらかの文字を消去して出した答え、今回で言えば x イコール3を丸1、丸2のどちらの式に代入しても解は同じになりますね。どちらに代入した方が計算が簡単か、これから自分で判断できてくると計算は早くなってきます。ここまで考えてきたように、2つの式の左辺同士、右辺同士をそれぞれ加えたり引いたりして1つの文字を消去していきます。連立方程式のこのような解き方を加減法と言います。それでは4つの練習問題に取り組んでみましょう。動画を止めて自分で解きながら考えてみてください。それでは回答です。1番は上から下を引いて計算すると
y が消去されて計算がしやすくなります。2番の方は上と下の式を足すと x が消去されて y だけの方程式になりますね。3番は上と下の式を足すと x が消去されて y だけの方程式になります。4番はやや難しかったですかね。上から下を引くとマイナス3引くマイナス3となり y が消去されます。それでは本次のまとめです。連立方程式をどのように解いてきましたか。本次のまとめを考えてみましょう。1つ目、加減法を使って x、y どちらか1つの文字を消去する。2つ目、x、y どちらか1つの値が分かったらどちらかの方程式に代入してもう1つの文字の値を求める。これ以外にも自分でまとめたものがあればそれはあなたの素敵なまとめとなります。以上で連立方程式3時間目連立方程式の解き方の授業を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。